こちらは弦の振動を大きく豊かな音に変える強板という部品で、ピアノの心臓部と言われています。強板は木で作られます。弦が振動する音には、金属的でシャンシャンという耳障りな高音の成分が満ちていますが、木にはこの耳障りな高音をカットし、心地よい楽音成分だけを豊かに響かせる性質があるのです。 郷板の材料にはスプルースをはじめとするエゾマツの仲間が最適とされていますがこうした木材の良質な部分を職人が厳しい目で選び抜き木目がきれいに揃うよう継ぎ合わせて郷板にしています。